ヘンテナとは、アンテナの種類の一つ。分類としては、線状アンテナである。変なアンテナというところからこの名前が付けられているが、アンテナの理論に沿った動作であり、開発人のユーモアによる命名である。1972年に、染谷和弘が、所属していたアマチュア無線クラブ、相模クラブでニエレの日のアザループを移送給電した、デウクワトを提案し、開発が始まった。 2エレメントでは良い結果が出ず、1エレメントで試作し、大久保正が給電点の位置を変えて、マッチングが取れることを発見し、その後、大久保正以下多数のアマチュア無線化の手によって、様々な発展型が提案されている。ヘンテナの名前は、最初のデウクワットから開発が進むにつれ、1エレメント化した頃は、ダブルクワットとか、エストスペシャルと呼ばれ、 その後主事変形しても動作することから変な動作だとヘンテコアンテナと呼ばれていたが中山正夫によりヘンテナと命名されて落着したアマチュア無線化の間では世界的に有名でアンテナ自身もヘンテナの故障も世界共通で通用する標準ヘンテナは長辺が1、2波長短辺が1、6波長の長方形のエレメントから構成され 長方形の長辺のそれぞれ1点に給電点,点を設ける。マッチングの調整は、給電点の位置をずらすことで行うので、エレメントの長さを調整する必要がないというメリットがある。標準、変形ナは、縦長なループでありながら水平変化であり、複写方向から左右90度にある、塗るポイント以外、ほぼ無視構成である。数値解析によれば、 標準ヘンテナの前方利得は3.0とされている。移動運用のために簡単に組み立て、分解ができるもの、テレビアンテナのポール等に取り付け外観が目立たないようにしたものなどがある。故障の由来にもある通りタエレメント化以外にも変形しても動作するので、より完全な無指向性化や単一指向性化さらにはマルチバンド化したヘンテナが提案されており、アマチュア無線化により、 実用例が多々報告されている。かつてはメーカー製のキットなどが販売された時代もあったが、現在は自作もしくは個人販売的なものに限られている。ありがとうございます。